緊張してるんですけど、試合以上に。左この感じ。やばい。だら。じゃあ、ここさ、ここ、どっちの方ですか。足先を伸ばしてるイメージで、歩いてみたいな。で、それで、こうやって。チラッチラ。チラッチラ、チラッチラ。で、そう。で、手が難しい時はもうポケット入れちゃう。ポケット入れて、かっこつけて歩いて、でも、超笑顔。あ、そうそう。いやもう本当緊張しました。なんか今までの中で一番緊張するぐらい緊張したんですけど、でもこのお二人がすごく優しく過ごしてくださったので、はい、楽しくやってもらいました。いやもうでもとにかく力を抜いてくださいとナチュラルに本当に自然に動いてもらって大丈夫なんでって言われたんですけど、もうガチガチになりました。でも全然わかんなかったです。そんなガチガチなの、もともとアスリートっていうのもありますし、まあ、スポーツに関係するお仕事っていうか、そういうのを伝えていきたいっていう気持ちは自分の中でもちろんありますし、ただ今回こうやってお話をいただいて、とにかく今はいろんなことにチャレンジしていろんなものを吸収したいっていうのが自分の中ではあるので、すごくこう面白そうだなと思いましたし、絶対こうやりたいっていうふうに、この一つのお仕事もやりたいと思ってやらせていただきました。じゃあもう専属モデルになる。いやいやいや、言わないですけど。危ない危ない。取れちゃう。取らないもん。ライバル。やっぱりキャスターみたいな、スポーツキャスターみたいなのを第一にまず。そうですね。やっぱりそこはなんかいつかはやりたいなっていうふうに思ってるんですけど、そうですね。なんか頑張ってとは言ってくれてるんですけど、はい。出てほしい。いやいやいや、もうタジタジです私は。あ、でもまた音楽があるんで、ショーってなったら全然テンションも違いますし、こう楽しいと思う。すごい気持ちいいと思う。なんかオファーがあったらチャレンジしてみて。ぜひ一緒にやってください。二人が先生になってくれるなら。はい。ぜひ。きっとこの雑誌は25歳から、まあ、大体30歳。とか前半の方々のために創刊される主に向けた雑誌だと思うんですけど、私もそうなんですけど、とにかくなんかこう一番こう迷う時期というか、これからどういうふうに人生設計をしていこうかなって、若い頃とは違うけどっていうのをすごいこう感じながら、こういろんな悩みがある女の子たちがたくさんいると思うんですけど、なんかそういう子たちのためにまあ、おしゃれだったりファッションだったり、まあ、生き方とか多分いろんなことをみんなでこう一緒に考えながら輝いていこうっていうようなきっとこう雑誌になっていくと思うので、すごい一番知ってらっしゃるこの、ね、お二人のさきちゃんとまいこちゃんの活躍をぜひ見てください。はい。